オッシー・オースバルダは、ドイツの女優。バレエダンサーのになる訓練を受けた後、ベルリンでコーラスダンサーをしていた頃に、脚本家のハンス・クレイリーに見出され、クレイリーがコンビを組んでいた、喜劇俳優兼映画監督だったエルン・ストルビッチに、紹介され、1916年、出席ツヤでデビュー。この作品のヒットにより注目され、ルビッチとのコンビで、多くの主演作を生み出した。 1910年代後半の彼女の人気は圧倒的なものがあり、世界的大スターだったメアリー・ピック・フォードにちなんで、ドイツのメアリー・ピック・フォードと称された。1919年11月、チェコ生まれのドイツ軍人、グスタフ・フォン・コツヤン・ミス・コルチと結婚。コツヤン・ミス・コルチは、フィルステンベルク公家のアマリエ女校の最初の夫で、平民だったが、1917年に、 アマリエとの離婚の際に男爵の称号を与えられていた。ドイツ革命により称号は形式的なものとなったが、オッシーはこの結婚により男爵夫人となった。1921年に夫妻はオッシー・オズバルダフィルムを立ち上げた。しかし、1925年に離婚。制作会社も解消され、この年、ウーファと契約し、1933年まで、 約50作の映画に出演した。トーキーへの移行には成功せず、日本のみの出演に止まっている。ナチスが政権を握ると恋人だった、オーストリアの映画プロデューサーで、ユダヤ人だったユリアス・オーセンベルグと共に、プラハに移住。1943年に、チェコ映画ではビタージーンと AM ティッシュの脚本を書いた、以外は、映画界との関わりはほとんど確認されていない。 1947年に、プラハで亡くなったが、没日は3月7日、7月17日と諸説あり、はっきりしていない。ありがとうございます。